今回はこちらの積分を扱っていきます。sinθ、cos2θ の積分ということで、これはいくつか解き方があるんですが、まずは cos2θ、こちらを2倍角の公式で変形するやり方で考えていきましょう。どういうふうにやるかっていうと、cos2θ はどうなるんでしたっけ？はい。2cos2 乗 θ 引く1って書き換えることができますね。ということで、0から4分の π の sinθ かける2cos2 乗 θ 引く1と。こういうふうに考えてあげましょう。そうすると、まずこれ2つ展開して考えると、0から4分の π までの 2sinθ、cos2 乗 θ となりますね。この積分と、あとは sinθ の積分というふうに分けることができます。じゃあなんであえてここ sin に統一せずに cos にしたかっていうと、ここの部分の積分を考えたときに sinθ dθ っていうのがありますよね。っていうことは cosθ を t と置換するとうまくいくよと。ただもう慣れてきましたね、皆さん。もう cos2 乗 θ わざわざ置換しなくてもそのまま cos の3乗を考えたときに3が前に出てきて cos2 乗が作れて、さらに中身の微分でマイナス sinθ が出てくるっていうふうに考えていきましょう。ということで、マイナスが出てくるので、まずマイナス。そして3乗の3が前に出てきた時に打ち消すための3分の1。ということで、3分の元からある2。っていうふうに考えると、コサイン3乗シータ。こういうふうになりますね。不安な方はこれ、さらに微分してみてください。実際に3が出てきて、まず3分の1が消えて、コサイン2乗シータ作れますね。さらに中身の微分で、サインシータのマイナスが出てくるので、符号も変わって、ちょうど同じ形になることが確認できます。あとは後ろ、サインシータ積分するとマイナスコサインになるので、ここ符号が変わって、コサインシータの0から4分の π までというふうになりますね。あとは計算していきましょう。コサイン4分の π っていうのがルート2分の1。それの3乗ということなので、2ルート2分の1になりますね。そして0を入れると cos0 は1なので、3乗しても1と。そして後ろ、cos4 分の π はルート2分の1。0を入れたら1なので引く1というふうになります。あとはこれ計算していきましょう。ここが約分されて、マイナス3ルート2分の1、プラス3分の2、プラスルート2分の1引く1と。いうふうになるので、まあ、こことここ計算すると、3ルート2分の2かな。分母と分子にルート2かけてあげると、ここが3分のルート2になりますね。そして3分の2引く1で、マイナス3分の1というふうになります。ここで別解を考えてみましょう。三角関数の掛け算、こういう時は積和の公式を使って、積から和に変換することで簡単に積分することもできます。サインとコサインの掛け算。これを和の形にするとどうなるか覚えてますでしょうか？はい。これはサインの足し算になりますね。ということでどうやってたかというと、2分の1が前に出てきて、サインの足し算になります。ここの角度の部分を足してあげて、サイン 3θ。足す、ここの角度を引いてあげて、θ 引く 2θ なので、マイナス θ になりますね。サインマイナス θ っていうのは、マイナスサインシータになるので、ここがマイナスサインシータと。こういうふうに求めることができます。あとはこれらを積分するだけなんで、積分計算自体はだいぶ楽になりますね。サインサンシータの積分は、マイナス3分の1のコサインサンシータ。そしてサインシータの積分は、マイナスコサインなので、プラスに変わってサインシータと。こういうふうになります。あとはそれぞれ計算していきましょう。4分の 3π になるので、マイナスルート2分の1ですね。ってことは、プラスになって3ルート2分の1と。で、コサイン4分の π はルート2分の1。0を入れたら、コサイン0は1なので、プラスに変わって3分の1。0を入れたら1なので、マイナス1と。こういうふうになりますね。ということで、これを計算すると、2分の1かける、ここの中身が3ルート2分の4と、マイナス3分の2というふうになります。計算してあげると、ここが3ルート2分の2になって、有理化すると3分のルート2と。で、マイナス3分の1と。こういうふうに求めることができます。
you're gonna be whatever you say. You may feel like being alone, but I can be the one you read on now. The world is yours.